トヨタ自動車の佐藤です。よろしくお願いします。うちのチームが作ってるからね。このあ、そうなんです。さすがです。主催者なんですよ、私は今日。あ、そう。ねえ、バイカの人、バイカひどい。始まりました。テリー土屋の車の話出張レポート。インラリーチャレンジ渋川伊香保ステージ よく言えましたレーシングドライバーの久保凛太郎です、はいはい、そして所沢とモータースポーツを愛する近藤雅です。よろしくお願いします。こんな不慣れな2人でお送りする本当ですよ、ラリーチャレンジですが、はい、なぜ僕らが今回ここに来たのかと言いますと、はい、新井博之が、ね、出ている、はい、AJRT チームから、はい、なんと、このラリーチャレンジにもう1台、うん、新しい車が出るらしいんですよ。なるほど。でドライバーも、この番組ご覧の皆さんもよく知っている知っているあいつがあいつですね、なんだかデビューするらしいので、この模様をレポートしに参りました。はるばる、はるばる渋川伊香保まで、まあ、1個上やね。そうですね、近かったです、ね、意外と近かったね、はい、群馬は近いです、はい、私僕ね初めて今回このラリーチャレンジに来たんですよ。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ盛り上がってる。いや私も初めて来たんですけど、うん、こんなにお客さんいるんだって思いました。そうなの、はい、僕ちょっと前まで全日本ラリー出てたんですけど、気にならないぐらいこっちの方がいる。すごいやつですよね、全日本ラリー選手権って。そう、国内のトップなんで。そうですよね。このラリーチャレンジの方がお客さんも参加者も多いな。多い、まあ、それだけ盛り上がってる、ね、ということなので、ちょうど、ね、後ろに見えるこのゲートのところで、はい、今セレモニアルスタートが、はい、セレモニアル始まっていて、セレモニアルゲートっていうのかな、ゲート、はい、ここから皆さんこのラリーにスタートしていくみたいな。なるほどなるほど。ここにいる人たちはみんなもう今心臓がバクバクド緊張でやってるって感じなんですね、はい。そうなんですね、緊張しているあいつをちょっと応援しに行きながら、はい、この、ラリーチャレンジ渋川伊香保ステージの、うんうん、模様をお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。トヨタ自動車の佐藤です。よろしくお願いします。ご無沙汰してます、佐藤さん。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。すいません、よろしくお願いします。なんか変な雰囲気すいません、今回初めてラリーチャレンジに来たんですけど、はい、こんなに盛り上がってるって正直思わなかったんですよ。で話には聞いてたんですけど、やっぱりこれだけ地域の皆さんがいらっしゃってて、で協力してくれる企業さんがいてって、今のこの形があると思うんですけど、今後このラリーチャレンジはどんな風にさらにこう発展していくのかなっていうのがちょっと気になっている点でもあるんですけど。はい、出たくなったでしょ。はい、めちゃくちゃみんなから出ないのって言われるんで、でしょ、はい、ちょっと車用意します。来年はちょっと出てもらって、はい、よろしくお願いします。ラリーの魅力はね、はい、本当に街の中で競うモータースポーツなんで、地域の方々と一緒にやっぱりやっていかないとできない競技ですよね、はい、で特にここ渋川伊香保はもう地元の皆さんに育てていただいてて、はい、ラリーの面白さもありつつ、観光とかこう、ね、うん、物を買ったりとか食べたり、いろんな魅力がもう全部オールインワンで入ってるんで、はい、すごくだんだんこう地元の方に育てていただいて盛り上がって、うん、来年以降はもっと例えばこう水素を使ってカーボンニュートラルなイベントの取り組みとかね、はい、なんかこうラリーきっかけのなんかもっと世の中の社会にこうつながるようななんか挑戦できないかなと思って、いろんなことをね考えてるんで、ちょっと来年はじゃあそういう水素モビリティの体験市場とかもいいですかやってもらって、この後パークでもいろいろちょっとやらせていただきます。近藤雅の水素パークモビリティ乗るみたいないいサムネができそうですね。こう YouTube 受けするやつをね、やれるといいなと思います。はい、すみません、はい、ありがとうございます。カメラの向こうにテリー伊藤さんと土屋圭一さんがいらっしゃるんですけど、はい、一言だけいただいてもいいですか。はい、テリーさん、土屋さん、どうも佐藤です。お世話になってます。こうやって取り上げていただいたこと本当にありがとうございます。ぜひお二人にもこういう現場でね、うん、お会いして一緒に盛り上がっていければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ番組にも遊びに来てください。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。そんなこと言ってると言っちゃいます。よろしくお願いします。ありがとうございました。今回の会場で新井俊博選手を発見したので、お話を伺ってみたいと思います。はい、お願いします。実際に群馬県でのこのラリチャレですけど、いかがですか。群馬県でいうと、これうちのチームが作ってるからね。あ、
そうなんです、さすがです。主催者なんですよ私は今日。あ、そうなんですね。だからすごい汗かいて頑張ってらっしゃる。朝5時から来てますから。はい、いつも起きる時間です、朝5時。そうそうそう、よく知ってるね、あなた。すごい、あの車種もたくさんいますけど、はい、こんだけの台数が、なかなか集まる機会もないかなと思うんですけど。そうですね、やっぱりラリチャレってすごくその、ね、いろんな車種も出てくるし、うん、やっぱりお客さんも多いし出る人も多いので、すごい盛り上がってますよね。いいことだと思います。今回初めてこの TGR のラリーチャレンジ来たんですけど、はいはい、こんなに台数がいると正直思わなくて。特にね、群馬とトヨタと、はいはい、どこ知能が90台フルなんで。あ、そうなんですね。で、申し込みもだから120台とか。じゃあもう予選落ちというか、予選落ちというかエントリー漏れが。最初の選考からね。あ、そうなんですね。はい、分かりました。息子さんがコドライバーで走ってますけど、なんかメッセージありますか？あ、そうなの。はい、途中で運転変わっちゃダメだよ。確か全日本のナンバー3番以内入ったやつは運転手ダメなの。あ、そうなんですか。じゃあ僕さっきノリでお前のやれよって言っちゃったんで訂正しておきます。あのインカービデオ撮っといて。バレますね。じゃあ、ね、分かりました。はい、あのカメラの向こうにテリー伊藤さんと土屋さんがいらっしゃるので、はい、一言メッセージお願いします。はい、どうもお久しぶりです、新井です。またぜひですね、あの一緒に撮影をよろしくお願いします。新井さん、全日本も頑張ってください。はい、新井さんでした。はい、すみません、ありがとうございます。今回はお二人が、なんとお二人ですね。はい、お二人が、こちらお二人で、はい、がレーシングスーツなんか着ちゃって。そうですね、はい、今日は今回の意気込みどうですか？早いな。コドライバーの新井です。初めてなんで、っていうのコドライバーが、コドライバー初めてじゃないですけど、うん、何も練習してないよっつの横に乗るのが初めて。あ、なるほど。だから今回、まあ、軽くはやったんですけど、うん、そんなこうがっつりあのペースノートの練習っていうのができないままこう来てるんで、山中さんのもうポテンシャルだけで走るのかなっていうところなんですけど。さあ、世界王者。はい、王者。いや、あのですね、皆さんからですね、会う人会う人にですね、うん、お前なら大丈夫だよなっていうプレッシャーを散々かけられてるんですけど。それは振りじゃなくて、はい、あの振りじゃなくて、あの変にフラグを回収しないようにですね。あ、なるほど。あの優勝とかじゃないです。あの、まずはちゃんと完走します。怪我しないように帰ってきます。ひろきさんにご迷惑もかけられないので。手言いながらですよ、うん、なんだかんだちゃっかり踏むんですよ、うん、だからそこをいかに安全に抑えられるかなっていうのが、まあ俺のところかなっていう。ということで山中さん、この後ぶっちぎりで優勝、皆さん楽しみにしててくださいね。はい、頑張ります。小倉クラッチラリーチームの皆さんにお話を伺いに来ました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは佐々木正弘選手。何その真面目な感じ。ちょっと緊張してます僕も。はいはいはい、初めての、はい、すいません、はい、すいません、はい、あの長くこのラリーチャレンジで出られてると思うんですけど、今回のコースいかがですか？はい、長くはないんですけど。そうですか。はいはい、まあまあスポットで出てる感じなんですけれども、はい、今回ラリーチャレンジとしてはコース設定が長いんですよ。はい、あ、そうなんですね。コースがね。はい、でもとはいえ、6キロ弱、はい、なので、まあ、僕らね、うん、レーシングドライバー鈴鹿サーキット1周6キロ走ってるじゃないですか。はいはい、なのでそう考えるとかなり短い感じなので、うんうんうん、はい、あとはですね、集中力が必要かなと、はい、そういう感じのコースになってる、まあ、楽しめそうなコースです。はい、佐々木さんは今回86で、86です。で、GR86 です。はいはい、よろしくお願いします。はい、頑張ってください。そんな感じ？つなぎ方が僕よく分かってないんですよ。そんな感じですか？はい、すいません。はいはい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ小倉社長いいですか？はい、お話伺っても、はい、小倉さんは今回車両は GR ヤリスで。そうですね、はい、その前にあの土屋さん元気ですか？ありがとうございます。はい、すいません、はい、はい、そうです、 GRあのね、まあ、2区と4区でも駆動方式によってもコースの雰囲気とかまたガラッと変わるとは思うんですけど、はい、うん、今回のコース、まあ、佐々木さんがさっきおっしゃっていただいたコースセットもありますが、うん、実際 GR ヤリスに乗っての感覚だとまたちょっと変わって見えてきます。あの自分の場合にはやっぱりちょっと速度域が上がってるので、はいはい、あの去年そうだったんですけど、はい、去年は雨の中相当この沢から の, この泥水が出てて、はいはい、まあ、そこに乗ってちょっと去年はリタイアしちゃったんですけど、昨日までの雨が実際に今日のこの今日はこんなに晴れてますけど、はい、この晴れの中で、まあ、どのくらいのこの水の出方がどうなるかなというのが一つ心配なんですね。ですからそこだけ、気をつけていかないと、まあ、進入のところでドライだから大丈夫かなと思って出てってみたら、うんうんうん、その先がミドルと出口で、うん、なってたりだとかすると、あの非常に危険なので、そのように注意しながら
少しでも佐々木選手のタイムに近づけるタイムでいければ僕は今日は100点かなと。いやでも結構チーム内ではバチバチなんです。もうそりゃそうですよ、仲良くやろう、仲良くそうなんです、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。じゃあ相川さんよろしいですか。はい、どうも、ですよろしくお願いします。今回車両は86です。86で、はい、去年まで久しぶりなんだよね、はい、俺も。あ、そうなんですね、うん、今年になって、はい、10年ぶりぐらいかな。あ、そうなんですか、うん、最後の、あ、ごめんなさい、今回のこの群馬県の設定されたコースとかはいかがですか。うん、やっぱ去年に比べるとやっぱちょっとタイトになってるよね。うん、あの長さもそうなんだけど、はい、コース的にもすごくタイトになってると思いますよ、はい、だから初心者の登竜門的なね、うんうん、このラリチャリに関してはすごく難しいコース設定になってるんじゃないかなってそう思いますね。あの僕今回このラリチャリで初めて来たんですけど、うん、すごくたくさんのお客さんもいらっしゃって で、ね、で観客の方も多いんですけど、うん、そういった中で走るっていうのはまたちょっと緊張感も変わってます。あのやっぱり盛り上がりますよ、はい、だからつい力入れちゃうんでね力入れないようにして、はい、危ないからね。じゃあペースノートにもちょっと書いとかないといけないですね。そうそう、落として落として落として踏ん張るとダメよみたいなそういうところあります。だから自分自身でやっぱり楽しめるレースができるのが一番なんでね、うん、はい、じゃあ今度はあの小倉社長の横のコーナーで、ね、ガチでこうなってるじゃん。僕だったらもうやるよ。本当に社長もテンション上がるしタイムも上がるしいいことばっかりなんで、ぜひ、はい、よろしくお願いします。途中から翔さんがいいとかって言われてじゃあちょっと全員の乗っても大丈夫ですかありがとうございます。じゃあ最後あのカメラの前にテリーさんと土屋さんがいるので最後に皆さんにメッセージをお願いします。テリーさん土屋さん、自分らも目いっぱいやってます、ラリーを本当に皆さんで楽しんでいただけるようなモータースポーツになればいいなとそう願っておりますので、今後とも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。また今度ぜひ番組にもぜひ遊びに来てください。はい、ラリー小倉クラッチラリーチームの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ブリットの高瀬社長にお会いしましたのでお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。今回この、群馬県で行われるこのラリーチャレンジに車両が4台、はい、ブリットチームとして出ているということですけれども、はい、車種はそれぞれ何があるんでしょうか。はい、目玉はね、はい、A86、 あら、さっきあそこで見かけました。そう、はい、それから ZN6、 N6、はい、はい、それから GR ヤリス、 GR ヤリス、それからヤリス、ヤリスの計4台、もう全部車種も違くて、マシャ AE86、 そう、いいですね。それをね、はい、去年ぐらいからちょっとこういう企画はどうですかみたいなドライバーから来たんですよ、はいはい、それ面白いねっていうことになって、はい、でカラーリングしたんですよ、はい、あれ1985年の車なん で、はい、でボロボロなんですよ、はい、でそれを直して、直して38年経ってまあ、目立つっていうことで、ね、はい、だから乾燥さえすればいいんでね。確かに確かに。もう一台なんか赤いね、はい、あ、いらっしゃいましたね、はい、はい、出力が。で、まあ、トヨタさんもね、水素自動車と電気自動車を持、うんうん、ってらっしゃるんで、まあ、聖地じゃないですか、うんうん、ここね、そうですね、そうですね、まあ、とりあえず今回目立ちますよね、はい、そんな感じで、まあ、乾燥狙いで、ね、はい、やってます。今回はあの富林選手が86に乗って、富林くんが初めてデビュー、ね、え、さっき朝話したんだけどめちゃくちゃ緊張しましたねだからあの子ドライバーも初めてなんで、そうですよね、ましてやエアバスの社長ですもんね。あれエアバスターボンだよね。そうですよね。だからあの山口くんと、ね、はい、あのクラスが違うけどね、はいはい、彼も初めてなんで、はい、初めて、GT ドライブ松井くんも初めて、ね、そうですね、いらっしゃいますね。だからなんかレースの人がどんどんこっち入ってきて、うん、じゃあ凛太郎さんもいいですか、入りたがってる、いいですか、いやいやいや、車あればいくらでも乗りたいですけど僕はそんな感じですよね。よろしくお願いします。いやいや、ありがとうございます。盛り上げますね、はい、よろしく。今回あの、はい、僕らのヤリスにもあのシートをご協賛いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。引き続き、はい、よろしくお願いいたします。レースも頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。高瀬社長でした。ありがとうございました。午前のループが終わったデビュー戦の富林さんを見つけたので、はい、ちょっとお話を伺っていきたいと思います。お願いします。はい、どうでしたか。やばかったです。やばかった、はい、何がやばかったの。やっぱり僕は凛太郎くんを本当にリスペクトしてるんで、あの全日本ラリーのね、おかしい、おかしい、おかしい、いや、してない、してない、してない本当にあの車載を何度も見せてもらってて、やっぱ僕も出るからには行くっきゃないと思って結構行ってたんですよ。そしたらもう6コーナー目ぐらいで、あの死ぬ思いをアンダーめっちゃ出して
やばいと思ったんですけど、あの SS 前にあの凛太郎くんからアンダーの時は踏めと、とにかく踏むことが大事だと言われたんで、間違ったアドバイスかもしれないけどその言葉がパッてよぎって踏んだら、うん、この辺が芝になってうわってなりながらもなんとかなったんで。それ右カーブですか左カーブ？右です。右、はい、あのね、本当にこのラリーに出ると不思議なことに、はい、ドライバー側からはいかないんですよ。そうそうそう、本当に必ずコドライバー側からこうクラッシュするリスクっていうか率が高いんですけど、そんな左側に座っていたコドライバーの、はい、あの僕がもう大変お世話になってて、あの見ての通りこのエアバスター三遊商事さんの社長の大門社長が今回コドラをやっていただいてます。ありがとうございます非常に、なんて言うんでしょう、いいエキサイティングな、いいんですよ、もう素直な言葉でいいんですよ本当にあの尊敬するスーパー GT ドライバーで、はい、あの応援ずっとさせていただいているので、はい、あのソロの中で行動をああやって横で乗らせてもらう機会はなかなかないですから、もうすごく貴重な体験をさせていただいたので嬉しかったです。その豊林が言ってた危ないなっていうシーンは社長的にはどうだったんですか？あの、あ、滑ってるけど大丈夫だろうなっていうところが絶対もう尊敬するというか、信頼関係が通って信頼してるんで絶対大丈夫だっていうところで、もうとりあえずノートしか見れないっていう僕からすると、あの長年お二人がずっとこうレース界をタッグ組みながらこう駆け上がってるのを見ていたプラス2人が今度一緒に競技を出てるっていうのはすごく個人的にもとっても嬉しいです私も参加させてもらって嬉しいです。次は多分呼ばれないと思います。逆に次はね、社長が運転で豊林がドライバーで、はい、SS 最後のね、あ、最後一体とか、そうだね、はい、それぐらいのね、それぐらいのあってもいいですよね。気合い入れていきます。じゃあ午後も頑張ってください。ありがとうございます。会場で女性ドライバーさんを発見しましたのでお話を伺っていきたいと思います。自己紹介をお願いしてもいいですか？マイクこれでお願いします。アドバン奥山ヤリスドライバーの上野和歌子です。コドライバーの渡辺明穂です。よろしくお願いします。参戦歴はどれぐらいですか？私は今年初参戦で、はい、今回は3戦目、3戦目、はい、なります。2人のコンビネーションはいかがですか？いいよねちょっと言いにくいの。いいよね。いい方ってか、お互い3戦目なんですけど、はいはい、ちゃんと言いたいこと言って、ノートも作れるんで、なるほど、すごいいい関係だと思います。ダリー初なんですけど、今回見させていただくのが素朴な疑問なんですけど、どういった経緯でこうあのタッグを組むっていうか一緒にやるっていう風になるんですか？お互いの共通の知り合いがいまして、でちょっと今年ドライバーを、新しく探さなきゃいけないっていうタイミングで、まあ、いろんな人に相談してこいこいるよって言って紹介してもらったのが上野さんです。はい、なるほど。じゃあもう信頼をして、はいでもそうですよね、すごいです、超初心者なんであれなんですけど、コドライバーの方ってもうドライバーさんをこう信頼してないと隣に乗れないじゃないですか乗れないですよね。乗れないです。僕はねドライバー側なんです。僕横の横、僕あの今回僕の横に乗ってくれるなって毎回僕ラリー出るときはコドラの人には言います。なんで断らなかったんですか僕でいいんですかみたいな感じなんです。そう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 、とは、はい、僕も同じ思いではあります。あ、そうなんですね。そういう感じなんですね。じゃあ一緒にやりましょうっていうお誘いをして。そうですね、はい、まあその信頼できない人の横にはやっぱ乗りたくはないんですけどやっぱ自分もノートを読んで走ってもらうので、はい、自分も信頼してもらわなきゃいけないし、うん、お互いこう信頼関係だと思うんで、そこはやっぱ時間はかかるんですけど作っていくところかなっていう、うんうん、そこがラリーのまた面白いところっていう感じですかね。そうですね、2人でやるモータースポーツって多分ラリーだけなん で、2人いないと勝てないし、うん、競技として成立しないので、そこがすごい面白いなって思ってます。よくわかりましたありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、この静川伊香保ステージでは、はい、TGR パークというはい、あります。実際にこの後ろに広がってるんですけど、はい、いろんな店があったりとか、いろんなも、催し物があるみたいなので、はい、ちょっと実際に見に行ってみたいと思います。行きましょう。はい、じゃあ行きましょう、はい、静川工業高校自動車研究部、うん、
高校生が開発した自動低速電動キックボード。すごいな。いいな、高校生。ああいう子は将来メカニックさんとか目指す。いいですか、お話伺っても、めっちゃ綺麗。マフラーのエンドってことですか。そうです。あ、ごめん、ありがとう。ロッソもね、なんでいっぱい見てんだろう。マフラー本体がもうやってて、エンドもやってる。マフラー本体もやってて、もちろんエンドもやってる。はい、ネットで20秒で完売になったと、噂のフルチタンマグル。はい、何個あったんですか、その時は。だいたい1回50個とかで、大体1回50とかで行くんですけど、だいたいページが1回更新し終わる前に全部売り切れてるような、そんなレベルなんです。すげー。じゃあ今ここで買えるのはめちゃくちゃ貴重ってことですか。そうです。今日まだあります。まだあります。これね、だいぶ先なんですよ、放送。じゃあ、はい。あ、でも現地でだったら買えるってことですよね。こういう感じイベントだったら買える。買える。あ、いいですか。すごい。どんなですか。すごいね、これ。怖い。皆さんでも怖い。重くない。すごい、軽っ。わ、すごい。すげー、現物見れて嬉しい。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。村クラッチさんです。村クラッチさん、いつもお世話になってます。ありがとうございます。僕は 86BRZ レースでも井口くんと使わせていただいて、うん、あ、そうなんですね。丁寧に説明するもなく、小倉クラッチさんです。です。ありがとうございます。みんな知っている。そうよ、当たり前じゃん。まあ、佐々木正弘さんも使ってるし。はい、もちろんもちろんですよ。スーパーボールすくいやってますよ。かわいいね、子供がいっぱい並んで。子供に大人気。子供でも、ここは FCV 車両から電気供給中。涼しい。あ、でもその電気を供給して、こういう扇風機とか。大丈夫、メイク。大丈夫なの、そのメイク。いいのよ、もう。カメラ大丈夫なの、カメラは。いいね、サムネになりそうじゃん。いい、最高です。お、富士スバルさん。スバルさん。何を、あ、STI グッズを売ってるんだな。ここは、群馬ダイハツさん。ダイハツさんもラリー出てて、あの去年は WRC にも、そう、あの右下の写真、そう、あ、本当だ。そうそう、すごい。リースポーツチームね。そうよ、コペンで FIA の燃料タンクまで積んで、うん、WRC に参戦した世界で一番小さい車、うん、になった。あ、ここは私知ってます。何、これ、このブースも丸々スーパーフォーミュラーでも、あ、あるんだ。はい、展示されてます。何ができるんですか。なんかこれも電気供給で、こういろいろ、なんだ、タイヤ、あ、これはなんだ、タイヤ入れたり、うん、入れたりとか、タイヤに空気入れたり、はい、大人も楽しめる。あ、給油口があるわ。はい、すげえ。あとタイヤ、はい、ちょっとやってみたいけど、お子様が多くて。そうですね。噂をしたら未来。噂の未来。ね。かっこいい。人力発電スロットカーだって。スロットカーレース。レースができた。これは何してるの？発電してるってこと？あなたのダッシュでスロットカーを最速にトップを目指せ。ほ。あ、動いてる。動いてる。かわいい。あ、あれ、あそこで、あそこでぴょんぴょんすると、ぴょんぴょんして、あ、あなたのダッシュってこういう、そういうことですね。そういうことか。やってみる。やってみます。これはどういう仕組みですか。この黒いところを伸ばして、リズムよく足踏みしていただくと進みます。リズムよくがいいんですか。あんまり力じゃない。力じゃない、速さでもない。速さも、まあ、速い方がいいと思うんですけど、これじゃ、あ、なるほど。リズムよ。足一回浮かせないとダメってこと。あ、なるほど。結構じゃきついですね。私たちギリ20代世代なんで。そうよ。頑張って。じゃあお好きな色のとこで。いいんですか。青。好きなの。青でいい。はい。本当にいいの。はい。コースをよく見た方がいい。これ4番。だって青。みやびちゃん、アホなの。
そうじゃん、ダメじゃん。そうじゃん、ダメじゃん。いやでもほら、ここからここの差が、ここからここの差があるからって思って、1、2でやりましょう。しょうがない、しょうがない。本番通り、はい、いただきます。これめちゃくちゃ地味じゃない？行きます。これさ、早さなんだね。これ早くね、なんか、はい、ちょっとやばい、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 邪魔されても勝ちました。うわ、面白 い、 いでもこれで発電をして進んでるんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いい体験でした。ゲーム疲れましたよ、これ。これ子供いいわ。子供も大人も楽しめますね。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。頑張っちゃいました。もうちょっとポップな感じかと思った。4ってどれ？わからん。青だ。あ、4、青。さあ、一周のレース、見てる、これは大人げないって見せて。いいですか？よーい、スタート。イエーイ、バスタート。さあ、2号車が進んで、ごめん、ごめん。さあ、2号車、5号車、1号車のクラッシュ、3号車、1号車ゴール。さあ、2号車が続いてゴール。さあ、4号車が頑張って。すごい、あ、ごめん。さあ、最終コーナーを回して、早くゴールして、4号車、4号車ゴールです。おめでとうございます。それでは、コーナーを終えて、コーナーを開始してください。難しい、難しい、難しい、面白い、面白い、ひどいな、かわいそうに、かわいそうに、ひどすぎる、本当かわいそうに。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいそうに、かわいそうに。ここはね、トヨタ群馬さん、ジースパイスさんは有名です、昔から。へえ、そうなんですか。ウルトレース活動されてやってる。そう、ワンメイクレース、ね、すごい、そう、有名、有名、一緒に戦ったこと。群馬トヨタさんも GR ガレージあるんですね。ちょっと上り坂だな、ここ。しんどいて。あ、はい、来たよ。もう、もうラリー、ラリーと言ったら、ラリーと言ったら WRC ですよ。はい、そして坂本くん、僕全日本カート一緒でした。あ、そうなんですね。勝田選手も年近いですよね。ほぼ1個上かな、うんうんうん、だった気がします。実際車両はこちらで、ラリー1って言います。多分この服だからあれかもしれないけど、はい、WRC でもとにかく空力、はい、空力、空力、このフロントのカナードから、このサイドの形状、まして、このミラーまでは空力になって、すごい、このリアウィングね、はい、あれも全部めちゃくちゃダウンフォース、この後ろのフェンダーの出口まで全部、見たことない形ですね。ヤリスやもんね、これ。すごい。ヤリスっていつできた車か知ってますか？最近じゃないんですか？違うんですよ。そうなんですか。日本の名前がビッツってだけで、はい、海外では日本のビッツはヤリスって名前だった。あ、そうなんですか。で、ヤリスって名前を世界中で統一するってなって、うん、日本のビッツがっていう名前がなくなってヤリスになっただけで、実はずーっとヤリスはヤリス。そうなんだ。海外行くとヤリスはめちゃくちゃ馴染み深い。あ、そうなんですね。っていうね。豆知識。そうなんです。そうなんです。ありがとうございます。めちゃくちゃ早いよ、これは。はい、はい、まあ、こんな感じでいろんなブース、はい、まあ、ざーっと見てしまったんですけど、一個一個見ても多分とっても楽しいですし、実はこの、TDR パークは各地で行われるラリーチャレンジでは必ずあるらしいです。おー、じゃあどこ行ってもある。そのラリーだけじゃなくて他のブースでも楽しめる。子供も楽しめるし、美味しいご飯も食べれるし、暑かったらかき氷も食べれるし、
ましてはね、この群馬のこの渋川伊香保に関してはこの裏側に遊園地があって、そうですね、ジャブジャブ池もあったんです。ありましたね。すごく気持ちよさそうでしたよね。結構今子供連れてきたいなと思って自衛隊の車あって消防車救急車あったらプライベートでね、もううちの子バンバン剤なんで、そうですね、ちょっと連れてきてあげたいなと思いました。いいですね、ラリーチャレンジ。本当にね、あの全国各地でこのラリーチャレンジやってるので、はい、もしかしたらご覧のお近くでも ね開催されるかもしれない、かもしれないので、うん、ぜひ遊びに来てみてください。行ってください。TGR ラリーチャレンジ in 渋川伊香保、無事に終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。とてもいい天気でしたね。暑かったね本当に暑かった。待ってる僕らも暑かったけど、うん、ちょっと多分ね選手の方が暑かったんじゃないかなと思います、うん、はい、今日初ラリー、初ラリー、いろいろ体験してみましたけど、はい、なんか思い出に残ってるものありますか？いや、まず本当に知識とかも何もない状態で来たので、うん、そのドライバー、コドライバーとはっていうところから入って、はいはい、あ、ナビゲーターさんかみたいな、はい、で全部のこう何区間がこう、うん、タイムアタックなのかと思ったら、うん、そうでもないしみたいな、なんかすごい深いところまで知れて、そのラリーの魅力あんま深くないね、今の。深くないですか。もう基礎の基礎、他もろもろ、他もろもろ、もろもろ含めてね、もろもろ含めてたくさん知れたら、先生がねたくさん教えてくれたので、うん、はい、はい、またでも見たいなと思いますね、ラリー来てみたいなと思いました。なんかこうふつふつとやってみたいなみたいなのはなんか出ちゃってるんじゃないですか、もしかしたら。あ、それはないかな。ない、ね、やりたいってあの台本に書いてありましたよ、やりたいって言うって。それ多分叶っちゃうから、やりたいって言うって台本に。やりたいって言ったらもう叶いそうで怖いんですよ本当に一回出てみたらね、やりかねないから、怖いから。大丈夫、大丈夫、怖い。あ、っていう手のね、はい、そう、嫌がる手のやつで、怖いなみたいな感じで。なるほど。でも本当に女性の方もすごく多いのはびっくりしました。あの今日取材させていただいたお二人もいましたけど、はい、他にも女性ドライバーさんもいれば、はい、女性コドライバーさんもいるし、はい、車というものを使って走る競技なので、うんうん、男性女性関係なくね、ましてはこのラリーは敷居も低いので、はい、初めて参加してみようかなと思う方も気軽に参加できると思うので、ぜひ、この TGR ラリーチャレンジ出てみて、はい、いただきたいなと思います、うん、僕も走りたいけど、僕はね全日本ラリーで表彰台に上がってしまったので、あらあら、そういうだから、ね、プロとか速い選手は出れないような感じにもなってるの で、 そ う、 なんです、ね、そういう意味でも参加しやすいかなと思います。うんうんうん。じゃあコドラ、はい、コドラで、そしていつかもしかしたらラリーチャレンジも参加するかもみたいな感じですね。まあでも今回ね2人でこうタッグ組んでいろんなところを見ていきましたけど、はいはい、同い年なんですよ、はい、29歳で埼玉県民、はい、埼玉県民、埼玉県民。じゃあもうね2人でそのままね、怖い。まあでもレポーターとしてまたね来たいですね。もう走りたい走りたい、乗ってたいな、ちょっと乗ってたいですね。まあ、レーシングドライバーとしては乗りたい気持ちが出てきちゃうんですよ ね、 すね、こうやって見てると。じゃあ山で倒しに行こうようちらで、そう、やばいでしょ。やってみようよ、分かんない、やばいでしょ。こそ練してね。まあまあちょっとやってみましょう。要検討で、はい次回もしかしたら近藤雅が TGR ラリーチャレンジに走るかも、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 お楽しみに、ね、はい、以上以上、久保凛太郎と近藤雅でした。ありがとうございました。ありがとうございました。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。